丹波篠山市で農村の地域資源を活用した企業などを学ぶビジネススクールの開校式が開かれました。 JR 篠山口駅の構内の教室で行われた開校式には10期生30人が出席しました。この取り組みは農村の地域資源を活用した企業などを学んでもらおうと丹波篠山市と神戸大学が連携し2016年度から開校しているものです。受講生たちはこれから1年間起業家や大学の研究者などによる講義やオンライン地域での実践を通じて開発や流通 PR などのノウハウを習得します。丹波篠山茶を PR していきたくて、そのための仕事をどうやってやっていったらいいのかを考えたいので入学しました。夫婦で参加しているので、はい、2人でやりたいことがあって、それを具体的にしようと思って入りました。地域の方のところに外の人が来れるような宿を作れたらなと思っていて、農作物と宿とでやれたらと思ってます。篠山イノベーターズスクールの卒業生はどぶろくの製造や農家民宿などで企業や事業拡大を行っているということです。